は今、佐賀県のとある場所に国道沿いに来ております。なんか今、ここは元整備工場のようですが、結構な板柄が眠っておりますね。鈴木のエブリィとか、あると思う。結構、660の、いや、これは550もありますね。もともとここは整備工場のようで、跡地のようですけど、結構な年代の草広が結構眠ってます。今日はなんか、草広の当たってる日でしょうか、それとも、お導きでしょうか。なんか、ねえ、これはあるとも、550cc ですね。平成、13年まで使ってた車なんですね。こちらも平成19年まで使ってたようですね。これがあのエブリィのジョイポップサウンドですね。上にスピーカーが、ヤマトスクランプスのスピーカーが見えます。これはまだ修理すればなんか乗れそうなまだ感じですね。まだまだ程度もいいですし、なんとかレストアできそうな個体ばっかりです。